ちょこんにちは、はい、ゆうたかさん、今日は発掘シリーズ第3弾。いいね、回ってますね。まあ、回ってるっていうか、はい、みんな期待してるんだろうね。そうですね、うん、でこれ第1弾第2弾と阪神と阪神の選手が続きました。今日は巨人か違うもう阪神巨人おじさんになってます、ね、もう絶対言われるからそうです、はい、またかと。違います。今日は大好きな広島カープです、ね、カープですよ、はい、お待ちどうさまでした、ね、はい、今日嫌いだっていうことになってるけど誰いつ嫌いになったんだろうね一言も言ってないですもんね。一言も言ってないで、まあ、コメントが厳しいとかね。あ、負けたら厳しくはなるし、それはどこのチームに対してもそうですよ ね、まあ、そうですね。で今日は発掘シリーズ、はい、カープは3名なんと取り上げます、はい、一気に、ね、はい、言い訳って出てきてますが、いや、いるよ、はい、いるよ、カープも多い。で新井監督に代わって、はい、その若手の選手も出始める機会が増えてきているというところで、はい、まず1人目、はい、韮澤祐也選手22歳、まあ一軍にいるけどね、もうね。そうですね、青柳の時なんか、はい、菊池の代わりにとか、はい、まあ、菊池を休ませたい時に韮澤とかね、はい、まあ、ダイソーとかも使われるし、はい、まあ、足も速いし。そうなんですよ、まあ、バッティングは非凡なものがあるし、はい、まあ、巧みなバットコントロールで広角に打ち分ける打撃と堅実な守備が武器と。守備もね、守備範囲広いしね、いいよ。いいですか。まず、まあ、守れるっていうことが、まあ、強みだよね、うん、まあ、それは若いからまだ細かいこととか読みだとか、はい、まあ、いろんなことはこれからなんだろうけども、はい、持ってるものはもうなんかレギュラー与えてもいいなっていうぐらいの選手だもんね。やっぱりセカンドっていうとやっぱりね、あの菊池選手というもう名選手がいるわけで、うん、そこといつか変わりながらいつか変わるかなりますよね、うん、そのぐらいやっぱり素晴らしい守備という、いや、やっぱりね、しっかりしたもんがあるわ、うん、あの基礎がしっかりしてるというか、はい、まあ、高校の時から鍛えられてるんだろうなと思うの。花咲徳栄ですね、うん、でやっぱ広角に打てるしさ、はい、バットコントロールいいし、 DeNA 戦見た時にあの守備、菊池かって思ったぐらいの一二塁間の守備をしちゃうんだけど、はい、ああうまいなと思ったよね。ああ、そうなんですね。そんな選手いたんだみたいな。そうなんです、まあ、2019年のドラフト4位で入ってきまして、でアンダー18のワールドカップ日本代表に もう選ばれていたと、はい、まあ、そうだろうな、はい、でまあ、現時点では2割6厘で7安打3打点、まあ、現時点5月20日時点ですけれども、まあ、ね、はい、まあ、でもやっぱ慣れだよね、あとはね、うん、慣れてきたら結構いくと思う、うん、まあ、でも菊池選手がいる中で新井監督はこの韮澤選手をどういうふうに使いながら育てていきたい、実戦でと。やっぱまあ将来的なそのカープをこう支えてくれるような、はい、そういう選手になってほしいっていうふうに思ってるんじゃないか、うん、もうそこはセカンドでっていうことなんですよね。だって小園が下にいて、はい、我ら小園、我らっていうか我こその我こそのですね、我こそのだけど、はい、だけどそれを下に置きながら韮澤は上にいるわけだから。そうなんです、だから相当期待感はあるよね。守れるし打てるしっていうところがやっぱり使われてるってことなんですかね。まあ、そうだね、将来的にはそうだな、まあ、いい選手になりそうだな。なりますかね。なるなる、うーん、カープを背負って立つような三拍子揃ってるよこの子は。そう、攻守、ああ、うん、で守るっていうのもうまい、これからもっとうまくなるだろうし、はい、バッティングもバットコントロールがいいし、うん、まあ、走るも速いし、はい、速い、そうですよ、ね、ああ、だから本当にいい選手だよね。そうですよね、なんか相性はニラレバっていうのが本人は気に入ってるらしいですけど、見た目ニラ様ってニラレバって言われるんだこれが呼べなくなるよ、あ、成績が上がったら、ま、そうか、すごくなっていくから。ああ、そうそうそうですよ、いじられなくなってくる。22歳のじゃあ若き、はい、ね、期待できる選手です。そうだね。さあ続いて、はい、田村俊介選手19歳、外野手、愛工大名電。19歳、はい、2021年のドラフト4位です。これね、はい、たまたまだよ、うん、俺がキャンプの時に、はい、あ、まあ彼らがキャンプの時にテレビで今どこも放送やってんじゃん、はい、で広島をつけた時にパッとこの子が映ったんだよ。でティーバッティングしてたんだよ。一スイングで、あ、この子はものになると思ったの。どこら辺がそうなの。いや、あのね、振り方なんだよ、はい、このトップに入ってからワッとバットが出てくる、ここにね、ものすごい素質を感じたんだよ。
まあ、森藤なんかはこう誰が振ってても同じような感じはすると思うけど、やっぱね違うんだよ。何ですか？そしたら次の日かその日かどうか分かんないけど、新井監督がお前いいスイングしてんなって言ったんだよ。へえ、やっぱ同じ見方してくれてるんだと思って、ものになるこの子は。あ、そうなんですね。間違いない。今ファームなんですけれども、ファームでは今3割で1本塁打、で今シーズン3月31日と4月2日ヤクルト戦に出て、そこはまだノーヒットなんですけれども、今ファームでじっくりと育ててると。わ、いい顔してるしな。あ、男前だし。そうですよね。もともとピッチャーもやっていたというところで、最速145キロ、レザービームだよ。はい、で打者としても高校通算32本塁打、で高校の時にヤクルトの岡川投手に投げ勝ってると。もともと二刀流でプロ志望を出してたそうなんですけれども、まあ、今はもう一本外野手でっていうところですか、いやこの選手は本当に将来取っていくよ。それとね、広島にね、やっぱ優秀な左バッターが多い、伝統的に、そうなってくるとやっぱ先輩を見るんだよね、いい教本があるから、教材が、それを見ながら育つから、やっぱそのニラサレバニラ、ニラレバに、えニラレバ、ニラレバか、ニラレバ、レバニラじゃなくて、ニラレバも、ね、ニラレバ君も言えてない、ちょっとお腹空いてるからね、今ニラレバ選手、まあニラサワ選手、ニラサワも、田村も、いい選手をこう見て育つから、だから結構また伝統的に左バッターはいいんだろうなっていうふうに。おお、いやこの2人はね本当にね魅力的だよ。あ、まあ、2、3年後、3、4年後にはもちろんこのスタメンの打線の中に入ってくる、打順の中に。左左だからな。あ、そうか。だから左結構バランス的には多いんだよね、広島はね。だから右が欲しいところなんだろうけどもさ、ただこの2人っていうのは左の中でもいいよ。おお、いい。で田村選手は今現在はファームですけれども、また今シーズン上にまた優秀なの西川とかさ、あ、まあ、いい、秋山とかいるから、いるんです ね、 ね、そうそう。だからこの2人を見るだけでも勉強になるからさ、でもこの2人を差し置いてスタートするって言ったらよっぽどだぞ、まあ、そうですよね、まあ、よっぽどの選手になるとは思うけどね、はい、だ何年か後に、ね、こういう企画がやって、いや皆さんと田村いるんだぞみたいな。そうですよね、そうなってくるような選手だよ。これリンドン選手って誰選手に似てます？タイプ的にこういう選手かな、例えばニラサワ選手はこういう選手かな、バッターかな、タイプ的に。いや例えば、そのニラサワっていうのは3割の盗塁がやっぱ30、40とか、ホームランがパワーがつくかどうかなんだけどね、ただやっぱこう率を残せるような選手になってほしいなっていう願いはある。だからあんまりね、誰って左で今誰だろうな、まあ、系統というかタイプ的に似た感じ、こういう選手になるかなみたいな、難しいですかね。でもまあ近本みたいな1番バッターになれるというような、分かりやすい、まあ、1番2番タイプだろうと思うから、で、ね、広角に打ち分けたり守備だったり。そうですね、田村選手はどうですか？田村はねちょっとスケール感があって、やっぱり20発ぐらいは打てる、まあ、できれば体的にさ、でかいし厚みあるしさ、あのスイングだと30発打ってほしいよな。お、魅力的ですね。魅力的なんだよ、だから若い頃の小早川はぁって言えるんですけど、わかんないので。何若い頃の小早川選手、カープの。でももうちょっとスケール感があるかもわからないな。あ、そう、やっぱそのぐらい。そうなんですね、体つきもそうだし。そう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 、楽しみです。いや楽しみだ。でもう一選手、はい、いるね。前川ではなく前川聖太選手、20歳です。2021年の育成ドラフト2敦賀気比高校からということで、まあ、一軍経験はないんですけれども、まだこの選手はね右でしょ、広島で言えば右は貴重な選手になるから、でその中で柔らかい柔軟性、この年で広角に打てる。へえ、まだ非力だよ、非力だけど引っ張らしてもいいし、
流してもいいしって、流し打ちなんか抜群にうまいから。そうなんですね。右足をちょっと引きながら肩を残して、うん、右足引くと肩引って開かない。普通は、はい、で瞬時にそれをやって右にバーンと打つと、うん、できる。そういう技術を持ってる。技術っていうかやっぱそこはセンスなんだよね。センス、うん、だからそういうところを持ち合わせてるから、はい、やっぱり広島で右貴重な選手になるんでね、柔らかいんだよ、ここは力みがないのよ、うん、もう高校生ってこんなになってさ、はい、みたいな、お前鼻毛全部ひっくり返ったら見えちゃうぞそんな感じのやついるけど、はい、スマートなんだよ、こうやってタイミングの取り方も。どうですか、今一軍経験ないですけど、まだファームですけど、まだね、ちょっと非力で、うん、少しね、こう構えてから打ちに行くとき、脇がね、両脇がこう開くような感じで、体のこう近くをグリップが通るっていうのが、少し足りないところがある、はい、体とグリップが少し離れるのが早いの、だから、非力に感じるわけ、はい、これが体についてて、インパクトして離れていくんだったら、力を伝えられるんだけど、はい、そのバランスが少し悪いんで、非力な感じはするけど、それが習得できたとしたら結構いいよ。ドーバースタイプになる。おお、ドーバース選手右タイプになる。はい、うん、もう何年後ぐらいに出てきてうまくいけば。いやだから今年ゲームに出ながら、はい、もう本当に真剣にウエイトトレーニングだとか、うん、まあいいサプリを取ったりとか、うん、いろいろすると来年のキャンプに一軍に呼ばれて、はい、頭角を現すかなっていう。おー楽しみですね、この選手。いや楽しみだ、前川聖太選手、うん、あやっぱ2軍のさ指導者って楽しいだろうね。というかとんでもないこともするだろうけどいるな今。いますね本当に。だからスカウトの俺らの時はお前よくプロ入ってきたなみたいなやつがいたよ。今からか野球やんのっていうのがいたよ、はい、いやずっとやってましたみたいな。分かってるわって分かってるんだけど今の子はしっかりしたものを身につけてるな。そうですよね。いやだからその育成ドラフトでいい選手いて本当にポンってすぐ上がってくる選手もいたりとかするじゃないですか。だからねもうねあの言っとくけど、うん、ドラフトとか育成とか関係ないから、うん、ですね全然関係ない。育成の選手で魅力ある選手たくさんいるよ、うん、本当に、はい、だから最後の前川選手なんかもバーいいよな。いや魅力あふれる本当原石ですよね。田村も二田さんも、はい、楽しみ。いや本当楽しみだよ。しかもその新井新監督に代わってやっぱり新しい選手もどんどん使われてきてるっていう現状なので、こういった選手がもういち早くこう上に上がってきて活躍するっていう日を見るのもそう遠くはないですよね。いやだからこの動画を見たら、はいね、本人から一回コメントください、うん見ましたとか言って見ました。そうですね、うん、ね、ありがとうございます。いやそしたらこっちも励みになるんで選手からの。そうですね。いやいやだってまあ例えば阪神の2人やったけども、はい、ね、見ましたよってありがとうございますぐらいさ、うん、ね、期待しててくださいみたいな、うん、そういうのがあったらなんか楽しいよな。そうですね。そうするとまたねこっちも、ね、一方通行だったらやめちゃうから。いやそんなことないです。そんなことない。いやでもね、あのファンの方もコメント欄にこの選手取り上げてくださいとか、いい選手いるんでっていうのを書き込みもね結構あるんですよね。あるんだけど阪神の選手が多いんだよ圧倒的に。でも阪神ファンの方で俺もやりたいんだけどさ全員やるとさ全員良くなっちゃうじゃない。そう、全部阪神の全員にいいっていうことではないわけよ、まあ、その中でも、うん、豊さんのやっぱり目にかなったりいいなって思う選手が、まあそうだね、うん、だからニラサーとかさ、はい、もう一軍に出てるから、うん、これ取り上げるかどうか迷ったけどもね、はい、でも田村とか前川だとかはまだそんなにはその広島ファンには知られてると思うけど、他のチームのファンってあんまり知らないじゃん。脅威になる選手。うわー、このじゃあ韮澤選手、田村選手、前川選手、他チームのファンもちょっと要警戒とかね。で他のチームもの人もうちにもこういう選手いますみたいな、一度見てくださいみたいな言ってきなさいよ。プラス本人からでもどうですか。本人が僕やりますよ、僕を取り上げてください。そういう意味では今川どうしたんだ。今川は上がってこないけどお前
そうですよね、上がってこなかったらお前4位になっちゃってるんじゃないか、上が早く上がってこないと知らないぞみたいな、危ないですよね、危ないよ、忘れられちゃうぞ。そうですよね、だから本人から の, あの申告制もありなので、そうそうそう、この YouTube はぜひ、ね、あの次戦他戦問いません。あのね、あのね、うん、いい、締めようとしてるのに、まあ、今がなんか会ったこともないのにさ、うん、飛んできて豊さんみたいな、嬉しい、俺お前会ったことあったっけって、いや初めてですみたいな、はい、もうそういうのが楽しいしさ、嬉しいですよ ね嬉しいから、うん、でこうやってね取り上げた選手、うん、まあ、見てくれてるとは思うけどもね、はいはい、ぜひなんかあったらね、コメントをいただければと思います、はいはい。